皆さんこんにちは。本日ご紹介するのはズグロ五色星外インコのこちらは大人の子になります。お店ではオレちゃんと呼んでいます。オレちゃんというと返事をしてくれます。オレちゃん、オレちゃん、オレちゃん、元気に返事をしてくれるとても可愛い子です。先ほど見えたかもしれないんですが、ローリーはすごくベロの先っぽが特徴的でブラシ状になってます。オレちゃん見えました？ちょっとぼやけて見えにくいかもしれないですが、こうやって鼻の蜜とかを吸ってペロペロ舐めるのは得意な鳥さんになります。こちらは、外国の子ですね。で、こちらの子が国産のズグロ五色星外のヒナの子になります。まだ目が真っ黒でくちばしもオレンジになりかけてる途中ですね。すごい可愛いです。ステップアップして頭カキカキしてもらってます。上手にステップアップができます。挿し絵はまだ2回ですが、少しずつあの時枝さんも食べ始めてますね。とっても可愛い子たちになります。そしてもう一羽、こちらは小紫インコになります。この小紫インコは他の鳥さんとも仲良くできるローリーさんで、この子はすごい人によく慣れていてステップアップもできますし、手の上で遊んだりします。上手だねすごいローリーさんは遊びが大好きな鳥さんですので、飼ってて飽きないと思います。この子もベロも見えますかね。なかなかさっきの子みたいには出してくれないですが、こんな感じでどの子もペロペロするのが大好きです。ただいま本店にはいろんな種類のローリーさんが、さすがまだ赤ちゃんなので泊まりに泊まり慣れてないですが、いろんな種類のローリーさんたちがいますので、ぜひ会いに来てください。待ってまーす。オレちゃん、オレちゃんも待ってまーす。